メトロ社長が陳謝、全乗務員に、監視業務を徹底。東京都千代田区の東京メトロ半蔵門線九段下駅で、4日、ベビーカーをドアに挟んだまま電車が発車したトラブルをめぐり、石井国土交通省は5日、閣議後の記者会見で、一歩間違えれば大事故につながりかねない事案で、大変遺憾、と述べ、東京メトロに原因究明と、再発防止策を取りまとめるよう指示したことを明らかにした。このトラブルを受け、同社の奥吉光社長は5日、石井国交省を訪れ、事案の概要を報告した上で、大変申し訳ない、全乗務員に監視業務を徹底させる、などと陳謝した。また、ドアに挟まった異物を検知する現状のシステムについて、検知できる幅を狭めるなど、精度を上げることを検討することを明らかにした。トラブルは4日午後3時頃に発生した。女性と子供が先に電車の6両目に乗車し、男性が後からベビーカーを押して乗ろうとしたところ、閉まったドアに左前の車輪の足の部分が挟まった。発車直後に車内とホームで非常ボタンが押されたが、20歳代の女性車掌は対応せず、電車はベビーカーを挟んだまま走行。ベビーカーはホーム端の柵にぶつかり破損した。子供は乗っておらず、怪我人はなかった。